ダビドソリアソリスは、スペインマドリード出身のサッカー選手。ヘタフェ CF 所属。ポジションは GK。マドリードに生まれ、レアルマドリードの株組織を卒業した。その後イングランドに渡り、レスターして FC のトライアルを受けたものの、初日に負傷し契約ならず。その後、バーミンガムして FC では6週間の後に、サラリーキャップの問題から、放出。 ストークシティ FC のトライアルでは、良い印象を与えられずに終わった。スペインに帰国し、レアルベティスビートの契約は監督交代によって、失敗、セグンダ・ディビシオンに所属していたスポルティングで基本のアベラルド監督には、経験不足とみなされた。その後、c d カニーラスでトレーニングに励んだものの、出場はできず、この時には引退も考えたという。 2013年1月にセビージャ FC に加入、テルセーラディビシオンに所属するセビージャ FCC で選手デビューを果たした。同年、セビージャアトレティコに昇格、セグンダディビシオン B で2013から14シーズンは16試合、2014から15シーズンは34試合に出場した。2014から15シーズンにはプリメーラディビシオンに所属する トップチームのベンチに7回座った。初めてのベンチは9月14日のヘタフェ CF とのホームゲームでマリアーノ・バルボサの定位置を奪ってのベンチであった。その後、2015年4月16日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ2014から15の準決勝第一試合、エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピス・フアンで行われた FC、ゼニト・サンクト・ペテルブルク戦でもベンチに座った。 2015年9月、マルカシは、ベト、セルフヒオリコ両リゴールキーパーの不調によって、彼が、正ゴールキーパーを争うのではないかと報じた。監督のウナイエメリは12月2日のコパデルレイ、UD ログローニエス戦で彼を出場させ、3から0の完封勝利でこの試合を終えた。2016年2月18日に行われた、UEFA ヨーロッパリーグ2015から16。 モルー FK とのホームゲームで国際試合初出場、この試合を3から0の勝利に抑える活躍を見せた。その後4月5日に契約を2019年まで更新した。4月14日の準決勝、第2試合、アスレティックビルバオ戦では、彼のミスからアリスはドゥリスに得点を許してしまった。ものの、ペニャイチェバリアのペナルティーキックを止め、勝利に貢献した。決勝でも、 ゴールキーパーとして出場、リバプール FC 相手に3-1の勝利をもたらした。2018年7月14日、ヘタフェ CF に移籍した。ありがとうございます。